誰だになったの？なんかよくわかんねえんだよ。さっきさ、うん、仕事バタバタしちゃってさ。メールって何？あの掲示板に入ってた。今いや俺今みんなに LINE 送ったんだ。なんだって？なんかね。ごめん。松村さん、ケルちゃん。職場でなんかコロナがあれだから。うん、誰が？あ、要するにコロナで危なくて行っちゃいけないっていう、そういうこと？誰が？こういうところが。ああ井上くん、そうで直前に言わなくたって分かるからな。いやなんか前もってメール来たんだけど、仕事さ、うん、全然メール見えなくてさ、あ小川さんね、なんかあの相手さんの監督さん、うん、なんかね欠席なんだって。今日科学家の代わりに小原さん助っ人で来てくれたの。あ、まあ、久しぶりじゃない、うんうん、助かるよ本当に。だから、キクちゃん、おできる、できる、できる、どこねえもん。いや、いいよ、もうやだよ、グローブだけで。ないない、足まくって、ほら大原さんなんか3試合やってきたんだから、頼むよ、助っ人来てくれて、わざわざ。どこねえもん、俺師匠は全部持ってんだもんな。まさかね。てか高浜だよ、2週連続来るのはよくねえ、あいつは説教しちゃったんだよ、俺もさっき。あ、本当だ、だから今さら働くんじゃねえよっつって。何様だ、平日にさ、平日やりゃいいんだよ。そうなんでわざわざぶつけんだよっつったらさ、え、そういうこと言うのはお前そういうことだって。何様でもなるのっつって思って。あ、それがね、なんともないんだよな、あいつは。そういうのよくない、よくわかんないもんして。あ、5だよ、しまいだから6だ、次6。6じゃない6、7、あれ6で誰、6、あの、まっちゃんの次ね、宇佐美さんじゃない。あれ、ボスコアの付け方わかんねえんだよ。6、あ、俺つけようか。まっちゃんの次、宇佐美さん、こうちゃんつけられんの？わかんねえ。普通にヒットとかあいついいんだよ、こんなわけ。はい、ボッチングしよう。今ノーアウト、そんな感じ。しゃべれなかったね、暑さ。ナイスナイス。なんかね、小川さん、工藤くんキャッチャーやってくれるって。誰？工藤くん。マジで？工藤くん前やってたんだよな。でも工藤くん投げるときはキャッチャーできないから。あー、珍しいな。4回ぐらいから投げてる。あれ、松本さん、藤宮さん来てくれた。今向かってる。あー、遅刻って意味だ。あれ、あ、なるほどなるほど。ミットはないっすよ。ミットはミットはない。ミットねえんだ。てか、だって俺たまたまこれ持ってただけだ。ありました。千葉さん、そんな速くないんだよ。多分俺回ってくる。あ、そうか、じゃあ千葉さん何番？次の。本当？回ってこねえ。このピッチャー。ナイスバー！早いよ。なんだ、あのスライダー打てないぞ、あれ。スライダーストレートの上だよ。こんな上だよ。スイングしたら、疾患だらけ、人間的に。次、肉の日なの？肉持ちしてないよ。さあ、行きましょーい。知らないこと。おや、ちょっとピンときた、これ。あんじゃいの？あんじゃいの？おいし。さあ、ストップ、ストップ。次、あ、整備行こうか。オーケー。おい、あるよあるよ。オッケー。ナイス、お母さん。まあ今強襲ヒットでいいだろう。オッケーオッケー。甘めの強襲ヒット。甘めだな、ちょっと極甘採点だよ。エラーだってさ。いいよいいよ、ヒットで。余裕あんじゃん。あ、
名前出ないんだから小川さんで今シーズンこだわってんだよ打率に、打ってんのそんなに。いいボール来てる、いいボール。シュちゃん頼むよ、フォアボールでもいいんだよ。これ初回テレちゃん走ってもいいんだよ。正面正面いけ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 、ゴーゴーゴー。おや、いいんじゃないの。あるぞあるぞあるぞ。オッケーオッケー、あるぞあるぞ。ダメか、アウトか。オッケー、セーフセーフセーフ。えこれアウトだ、しょうがない、どう見てもアウトだ。ちょっと行ってみる。ダメ元で行ってみる。守備が来て、キャッチャーキャッチャービート積んでるって。守備変わってだって。あ、積んでる。あ、伊藤さん伊藤さん。いや、俺のマネクセンターから。劇的に足が遅かった。小原さん、俺の前だよ。伊藤さん、俺の前。伊藤さん、次の次に。伊藤さん、あ、相手さんも一人足りないんだ。そう、今誰だよ。工藤君で伊藤さん、俺か。そう、伊藤さんが次。次伊藤さんで、なべちゃん。あ、1番、工藤君。工藤君1番。工藤君、伊藤さん、俺。いや、救世主だな。救世主、少女。いいんだよ、いいんだよ。小原さんも来ます。どっちだ、あっちだわ。クドークの娘さん、ずっとあれだね。お姉ちゃんになっちゃったね。お姉ちゃんだね。うちのこの間、久々に再会して、小児のガキはもう赤ちゃんだよ。赤ちゃん、まだ赤ちゃん。まだ赤ちゃんだった。パパ、パパって。パパ、あ、パパだ。パパ、脱獄ゲーム知ってるっつってさ。なんだそれ。全然タイミングが合わなかった。人狼を殺すゲームだよ。男の子はね、アホだから。アホだから。いいや。自分が子供の頃思い出したらアホだったわけ。で、あの、うで始まって、こで終わるもん、何知らなかったら人生がいい方向に転がるよとか言って。何言ってんのやつって。そんなもん、大体男っぽかった。男がいいですか。女の子はね、あの、結構大人なんだ。ね。いや、娘いいね。何の音あれ、あの車って。すごいちゃん、お車じゃない。音はある車じゃないで。電車か。電車、電車。あれよ、貨物車。いやー、だからね、だから、まさか師匠は2回連続あれだと思わなかったからさ。あー、どまい。しゃない、しゃない。どまい。しゃない、しゃない、しゃない。送ってもらってるじゃない。宅配で。いや、説教だよ、あいつ、本当に、今度。いや、俺、今日も起こしたみたいな。てめえ、ふざけんなよ、つって。働いてんじゃねえよっつって。本当だよな、ここまで行くんだったら。そうだよ、ここまで単価切っては働かねえって言うんだったら働けないよ、それまで。あれこれ出んのやっぱチェンジ、チェンジ。皆さん、ちょっと待ってて。